おはようございます。今日は6月の17日になりますね。金曜日ですね。今日もね、最後までのんびりとやっていきたいなと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは行ってみましょう。キウイにはね、カテキンがめっちゃ入ってるのと、ビタミン C がやっぱめっちゃ豊富。なんかむくみ解消にめっちゃいいらしいですね。なんでね、朝一で食べると超いいらしい。まあ、よし、パクッパクッ、はいよ、はい、おでおでおで、よし、え、めっちゃ暑ない今日。なんか暑い気するな。こっちこっち。ちょっと見てみるわ。いや、今ね、気温見てみたら、朝から22度やった。朝一で22度はね、暑いわ、やっぱ。最高27度でしたね。めっちゃ舐めるやん。結構メイちゃんが舐めるのことを舐めるんよね。嬉しい、舐める。掃除してもらって今日の予定としては、まあ朝はいつもねやってる家の中のものを見直すっていうのをして、多分手放せるものがあるんで、手放すものを一つ決めて手放す。仕事に行って、今日はね、早めに仕事は切り上げようかなと思ってます。でね、日中は多分めっちゃバキバキに暑いんで散歩できへんやろから、夕方になるまで待って、夜にね、会食の予定があるんで、その前にちょっと歩こうかなって感じですね。会食が早く終わったら夜散歩でもいいねんけどな。どっちか分からんけどって感じで、予定としてはそれだけですね。だいぶ前からね、1週間以上前かな、からもう手放す予定コーナーっていうものを作ってるんですけど、そこにあったものを今日は手放そうかなと思います。それがこちら、じゃん、スマホ用のスタンドになります。こちらね、マグネットでね、 iPhone にくっつくスタンドなんですよ。こうバチッとね、YouTube でも紹介してるんですけど、ここがマグネットになってて、こうスタンドになるというね、めちゃくちゃ軽いやつなんですよね。はい、めっちゃいい。でマグネットやから、ほんますぐにつけてすぐに外せるっていうので、めっちゃいい製品やなっていうので、もう常に持ち歩いてたんですよ。なんですけど、これを使う機会って改めて考えると結構限られてて、カフェとかでこう撮影をしたい時にパッとねつけるとかにしても、私ね必ずねこう MacBook Air を持ち歩いてるわけなんですけど、撮影する時もね、この
MacBook Air をこう出してこうしてここにね iPhone をピッて置いたら普通に撮影できるんですよ。それで、まあ、それを考えた時にほぼほぼ使い道あんまないなと思って、結局あんまね使わへんな、わざわざ出してきて使うってことが結構減ってきてたので、まあこれはもう私にとっては必要ないなということになりました。こちら手放していきたいなと思います。デレン変える、これたまにするねんな、寝るツン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 、ネルさん、行ってきます。はいよ。みーちゃん、行ってきます。はい、どうも。仕事にね、行きたいなと思うんですけど、これからね、梅田の方に向かいたいなと思います。花瓶から開けてね、ギリギリで出てきたんですけど、気づいたら若干アラーム過ぎてました。危なかった、危なかった。ということでね、急ぎ目で電車に向かいたいなと思います。はい、ただいまー、はい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 、あー大変や、あーうわーうわー、よし、乾杯行こう。強い強い、うん、強いね。結構引っ張ってるよこれ。こう引っ張ってますよ。はい、夜ご飯はですね、スシローに来ましたね。久しぶりにエビフライを食べました。美味しかったな。イカも美味しかった、最高でした。そして思いつきなんですけども、世界三大夜景であるマヤ山というところにね、友達が車で来てたのでそちらに行ってきましたね。めちゃくちゃ綺麗でした。最高の夜景スポット、神戸にあるんですよね。寝る、お待たせ、お待たせです。
ちゃんも留守番ありがとう。うん、寝る、タッチ。よし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 、いい子やな。はい、そろそろ終了にしたいとね思うんですけども、いや今日はね友達とね思いつきで山に登ったのが、はい、結構疲れた。僕はね助手席だったんですけど結構疲れた。いやでもめちゃくちゃ綺麗やったな。マヤさんめちゃくちゃおすすめですよ。まあちょっと天気がねいい日に行かないとね行けないと思いますけど、本当にちょうどいい時に行けたなっていう感じです。いやよかったよかった。ご飯もめっちゃ美味しかったし、うん、久々にいろんな話もできてすごく充実したね一日でした。ネルはねこう抱っこしたらねすぐこう肩までね登ってくるんですよね。それでは本日も最後までありがとうございます。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、そしてコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。落ちる